もともとはフランソワという名前だったんです。ところが気まぐれなあの女がいつの間にかフランソワーズ呼ぶようになりましたね。この猫はフランソワからフランソワーズになってしまいました。だからこの猫は本当はねオスなんですよ。今から思うとあの女は猫が嫌いだったんですな。それとフランソワーズがあの女を嫌ったんで仕返しに辛く当たったんでしょうか。最後の頃はまるで憎み合ってるとしか思えないようなフランソワーズとあの女でした。ところがねこの頃になってあの女がたった一つ残していった薄紫の毛糸の膝掛け、その上でしかフランソワーズは眠らなくなってしまいました。気まぐれなあの女が編みかけのまま忘れていった膝掛けをまるで抱きしめるようにしてフランソワーズは眠るんです。変な猫ですね。あの女が初めてこの部屋で眠っていたその朝にいくら呼んでもフランソワーズお前は恥ずかしがって物陰を女が最後にこの部屋を出て行こうとしたその時に悲しそうにフランソワーズお前は二人の顔を見比べてするものはすっかりここから消えちまったのに。そんな今でもフランソワーズお前は私のそばを通るとき、そっと足音を忍ばせる。